こんにちは、アシスタントのガルです。はい、じゃあ本日はですね、2023年ヒット商品番付の三役。三役ってのは相撲で言うとね、小結以上のことね。はい、小結以上、はい、小結、関脇、大関、横綱の発表をついにね、したいと思います。はい、はい、こちらはまたね、日経 MJ という新聞から抜粋しております。はい、はい、じゃあ行きます、はい。はい、じゃあまず、小結、東から。うん、チョコダップ。チョコダップね。チョコダップ。はい、チョコダップはちょっともうすごくあるんですよ、縁が。いや。チョコダップね、うん、実は僕ほら、かぼちゃの馬車ってね、会社の話。やらかしたやつですか。やらかしてないよ、僕は売ったんだから。あ、まあ、それはいいんだけど、スマートライフを実は、3年目ぐらい、年商でね、200億ぐらいになった時に、うん、チョコザップのチョコザップじゃない、ライザップか、うん。ライザップのオーナーが買いに来たんですよ、実は。それも結構いい値段ね、買いたいと。うん、ライザップに言ったらよかったなと思ってるんだけど、うん、ちょうどもうガーッと伸びてる時だったんで、うんうん、いや、そんな金額じゃ無理ですよって言ったのを覚えてる。はい。あ、まあ、それどうでもいいんだけど、はい、チョコザップって言えば、ガード入ったじゃんか。そう、実は私、チョコザップ加入してて。加入してたよね。そう、これチョコザップって皆さん知ってる人いない人のために、ちょっと言うと、まあ、1年強で会員数100万人を超え日本一となった低価格のジムっていうことで、大体今普通のジムって大体1万円ぐらいするんですよ、通うと。だけどチョコザップはそうじゃなくて2000円、3000円未満で入れるジムなんですね。2キューパーかな。そう、だからめっちゃ安くていいってことで、まあ私も入ったんですけど、まあやっぱ安かろう悪かろうみたいなってことで。悪かろうだったの？場所によると思うんですけど、多分私が行ったところはまあもう狭いんですよ、やっぱり。全部、チョコダップ、うん。そう、ちょこっと行くジム。5分だけでもいいですよっていうので、土足で OK。服はスーツでも OK。何の服着てても OK。っていうようなとこなんで、まあ、まず、まあ、なんでしょう。トレーニング用の器具が少ないんですね、そもそも。で、例えば、ランニングマシンが4台とか、まあ、そういうのがデフォルトなんですけど、私が行ってたところ、まず、故障してる器具が多すぎた。機械が故障するんだ。そう。故障してても、まあ、壊れてですけどって連絡するのも電話じゃないんですね。ネットで、まあ、送らないといけなくて。めんどくさいな。そう。で、まあ来ないんですよ、修理には。うん、もうなんか2ヶ月ぐらい買っても、ずっと。その機械故障してるんだ。そう、私ランニングマシンめっちゃ使うんですけど、うん、4台中2台壊れてて。なんでそれ。で、残りの2台がみんな取り合いになるじゃないですか。今こういった会員が増えてるっていうから、なるほど。その一つのちっちゃい自分の中に何人もいるわけなんですよ。うん、その中で、こう見計らって、あ、今使えるみたいな感じの、このなんか無駄な労力というか、のもあったりとか、あと、汚いんですよね、基本的に。汚いんだ。本当に人件費かかってないと思うんで、うん、普通に通ってる人たちが清掃をする。え？お客さんが掃除するの？そう。え？どういうこと？なんか、チョコザップ側から、なんかその、やってくれる人募集してます。やってくれる方は、その入荷、月の料金減り、安くします。運動したら必ず掃除して帰るようじゃなくて、うん、その会員のそのお店の会員の中から手を挙げさせて、お前掃除するんだったら月額会費もっと安くするぞと、そう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 っていうのがあって、でもまあ今コロナ禍なんで自分が使った器具はシュッシュして拭かないといけないです、全部、ね、なるほど。まあ、それはまあいいと思うんですけど、うん、まあチョコダップ本当に人が多いところは本当におすすめしないです。本当にかそってる田舎とか、もうど田舎とかにあるチョコダップは多分綺麗だと思うんで。なるほど。もう人間がいるところって大体汚いじゃないですか、うん、だけど人間がいないところはやっぱ綺麗なんですよ、うん、だからチョコザップ行く人はちょっとどのぐらいの混み具合なのかを調べてから加入した方がいいです。ただ彼が言ってたのはチョコザップいいんですよって最初に言った時、なぜか化粧ができるとかなんか言ってたよ、なんか。化粧じゃないですけど。何年それ。チョコザップってトレーニングジムだけじゃなくて、なんかエステができるんですよ。エステができるんだ、うん、エステができる。あと脱毛、脱毛できる。で、今場所によってはホワイトニングのサービスをやってるところもあって、歯の、そう、で2900円でなんかエステとか脱毛とか使えるんだったら、まあ、安いじゃないですか。セルフですけどね、全部、うん、あ、セルフで歯もやるの、うん、多分ホワイトニング私の言ってたとこはなかったんですけど、うん、まあエステも脱毛も全部セルフだから人はいないです、本当に。なるほど。運営してる人はそこには絶対いないんですよ、うんうん、っていうのがあって、まあ私が一番本当に嫌だと思ったのは壊れた器具をなんとかしろっていう。なるほどね、はい。まあ、そもそも安い器具をまたもと使ってるんで、海外から輸入したやつなんで、普通に壊れやすいですし直さないですしってことでやめました。なんで、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、じゃあ西日本バスケ旋風、これすごいんだよな。あ、勝ったんですよね。それスラムダンクのやっぱ影響でしょ。
なんかいやその後に話題、うん、なんかその、うん、何だ、なんていうんですか、ダブルワールド、うん、はい、わかんないけど、ワールドに出て、次 の, あのオリンピックもあの決まったんじゃないの、あそう、第一日本代表がオリンピック出場権を獲得して、うんうん、すごいんだよ、そこからスラムダンクの映画がめっちゃなんか売れたっていう話ですね。まあ、それは私はちょっとスポーツあんま興味ないんでね。僕あんまりバスケット興味なかったんだけど、アメリカの YouTube でバスケット の,、うん、あの女子の選手の見たけど、すごいね。すごい、もうあの、白人の女性なんだけど、もうすごい遠いところがポンポン入れるの。ああ、そう、なんかさ、うん、バスケの試合って点数さ、バグってねって思って、100なんてみたいな、100なんてみたいな。そう、バグるんだよな。面白いよね。はい。はい、じゃあ確かにハマるなと思う。じゃあ次、東、関脇？関脇ね。関脇。関脇さ、関脇ね。はい。関脇。はい。YOASOBI ね。あ、これあの YouTube で見ました。はい。最近だけど。これ、YOASOBI が有名っていうか、このアイドルっていうのが流行って、曲なんですけど、うん。あ、アイドルって歌なんですか？そう、これ、後ろにちょっと書いてみたんですけど。こういう歌、あ、こういう歌なの？違う、あのね、推しの子っていうアニメがあるんです。推しの子ってアニメ、はい、見てたことですか？あれ見てたことですか？推しの子、あ、見たら分かると思います、うん、あの。推しの子っていうアイドルの、まあ、アニメが流行って、それのオープニングがアイドルで、ちょっとバズったんですね。うんうん、で、なんでしょう、ストリーミングは史上最速の5億回再生、YouTube 世界楽曲チャート1位。やばくないですか？世界で1位なんですよ。世界で1位はすごいな。日本の曲が。YOASOBIってあの女の子の、あの、はい、ボーカルで歌ってるグループでしょ、うん、簡単に言えば。あ、グループも1人分かんない。あ、1人なの。何人もいいのかな、うん、忘れましたけど、うん、まあでも、紅白出てますね。あの耳が変なのつけてるやつだろ。違うもん。知らんす。あ、知らない。うん、まあ、だけど、有名。他にもいろんな有名な曲出してる。なるほど。ただ、このアニメがあって、もっとにもうバーンって人気になったっていうやつです。はい、はい、次に C。の関脇、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、あ、これは、まあ、ゲームなんで私やらないんで、タイさんもやらないと思います。ゲーム知らない、わかんない、まあ、ゼルダの伝説って昔からあるゲームの新作が出たっていう話です、うん、はい、多分、はい、じゃあ次です。次、大関、うん、東大関いきます。はい、そうです。これもタイさんね、東に西大関ね、藤井八冠ね。藤井八冠です。僕も小学校時代からね、うん、やってたんで、うん、もうすごいですよ。やっぱりいろんな人と対戦してどんどん勝っていくっていうのはね、うん、将棋を少しもやった人と分かると思うんだけど、うん、なかなかこれはすごい。あ、でやっぱ AI が強い。 AI で学ん、僕も将棋で AI 将棋と、うん、ネットで対戦、うん、人と対戦するのやってるんだけど、 AI がやっぱ強いね。 AI の方が強いんだ。 AI 強い、全然勝てない。でその AI についてはね、またちょっと後で出てくるんでね、うんうん、はい、じゃあ、まあ、とにかく藤井八冠すごいよね。将棋がすごい、まあ、これで、将棋をやるね、小学生とか中学生増えてきたでしょ。はい、この動画でも将棋はぜひね、特に授業をやる人は将棋は、うん、頭のいい体操になるから、ね、うんうんうん、駆け引きのことも頭の役に立つからやんなさいよと言ったと思うんだけど、うん、将棋はすごくいいですよ。私は一回もやったことない、うん、将棋はものすごく経営の勉強になります。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ西ですね。あれのあれ、阪神38年ぶり日本一。すごいね。まあ、だから生まれてないわけだけどね、昭和60年。バブルの前だからね。バブルって言うけど、バブルの時代っていうのは、実は昭和61年、62年、63年をバブル。この3年間だけだからね。64年、平成元年もバブルじゃない、バブル終わってますから。はい、うん、で、僕もバブルで失敗した口だからよくわかるんだけど、道頓堀に行ったことあるでしょ、大阪ね。うん、ある、ある、うん、橋があるでしょ。あります、引っ掛け橋って言うんだけどね、はい、まあ、ナンパ橋ともいい、大阪市のあそこで、ナンパ橋みたいな。当日、うん、私 YouTube のライブであそこのライブ映像があったんです、うん、もう人がごった返してて、今川綺麗になったんだいぶ。あ、そうなんです。昭和60年のあの時はもう泥ヘドロが浮かんでるような川にそこに飛び込んだんだよ、みんな。あ、そう、なんか飛び込むのがなんか恒例なんですよ、うん、そうだよ、そういうイベント、うん、だから今川がだいぶ綺麗になったんだよ、あそこ、うんうん、綺麗に整備されて綺麗な、まあそれも綺麗な泳げるほどの川じゃないけどね、うんうん、一応中止なんだけど、まあ飛び込んでたでしょ。でも警察がいっぱいバーって、そうそうだよ、ダメって言ってるのに飛び込んでて、なんかすごい暑いからね、阪神は違うなと思いましたね、うんうん、はい、岡田監督が優勝監督だからすごいよな。だってセリーグだからね。いや、わかんない、セリーグだから、うん、岡田のとこはやっぱりね、やっぱりすごかったね。じゃすごかったってことですね。38年ぶりだからね、大阪の人喜んだろうな。ね、もうすごかった、すごかった。うん、すごかったでしょ。わーなってもう。もう、僕も昭和60年、ね、よく、石油の時代です、僕からするとね。大阪で、ある悪い奴に、クラブ遊びを教えてもらってね。クラブって言っても、ガルツ人が行くクラブと違うね。僕らやっぱお姉ちゃんがいるクラブね。ああ、わかりました。クラブ遊びを教えてもらったんだけど、ね、まあその時も、とにかくお姉ちゃんたちもキャーキャー言ってたからね。阪神が、勝ってたから。本当に大阪の人
はね、野球が好きなんですね。うん、野球が好きで阪神が好きなんだ。阪神が好きなんだ。阪神が好きなんだよ。いや、いいですね。はい。はい、じゃあ次には、ついに。いよいよ横綱。はい、1位。はい、横綱。うん、1位だね。東。はい。生成 AI。これだけ聞いても分かんないと思うんですけど、うん、チャット GPT なら分かりますよね。チャット GPT は、あの、まだアップしてないけど、やってますからね、チャット GPT。GPT、うん、GPT です。ガルに教えられてね、はい、もうやりました、はい、これ今今年すごい熱かったですね、うん、いきなり出てきて文章、画像、音声などを生み出す AI を使った商品が広がる、うん、世界の市場は約2兆円との資産、うん、チャット GPT は公開2ヶ月で月間利用者が1億超え。やっぱそうなんだ。そう、実はこのチャット GPT、 あ、これなんか何かって分かんない人がもしいたらあれなんで、うん、これはなんか人、なんかその聞いたことを人間みたいに返してくれる、まあ、チャット AI なんですけど、これについて私今卒論書いてるんですよね。あ、それ使って。そうそう、いや違う違います、それについてです。そこは誤解者じゃないですよ。チャット GPT に卒論お願いって言って書いてもらったものを丸化けしてるんじゃないんですよ。でもやがてそれもできちゃうよな。いや、でもそれは大学の先生もチャット GPT 使わないようにっていうふうに、もうそこで言ってんだ。今もそれを友人がいいというか、もう大体分かっちゃうんですよね、多分。なるほど。まあ、チャット GPT もね、全部が本当正しい情報ってわけじゃないんで、そう、まあ、それが流行りました。まあ、その生成 AI、 あの、うん、何かあのボカロ歌をさっき教えてくれたよ、うん、ボカロ、ボカロも何十年も前からありますけどね。それはあのあれも生成 AI で作ったって言っていいの？いや、それは違くて、いや、うん、AI とボカロは違くて、ボカロはあの人間が作ってるものなので、歌を歌わせる。でも AI はこの AI 自体が考えて、人工、あの、そう、人工知能で作ってるんだもんね。そう、だから今だと、うん、プログラミングのコードを書いたりだとか、ある程度パワーポイント作ってくれたりとか、なんか日本語の語字が、あの、間違った文字があったら、うん、なんかここ違いますよって言ってくれたりとか、もう本当にもう秘書みたいな。なるほど。っていうのが今すごい、あの、僕もガリに教えられて、チャット GPT やって。あります、あります。ね、それ使って、うん、あの僕が、うん、あのやるべき仕事は何だって言ったら、あ、はい、あのコンサルぴったしですよって言ったからね。そうそう、今からできるし、何なんですか、ね、70歳から始める、うん、で僕の名前入れて、僕のなんか経歴でちょっと喋ったら、うん、あのあんたは、うん、あの経営コンサルやるべきだって、ね、そう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 、言ってくれるんですよね、うん、だからちゃんと考えてやってくれるっていう、うん、まあ、すごいものあれがもっと進化するんだろうね。いや、どんどん進化すると思います。そうすると大学生が、うん、僕はあのどういう会社どういう職業になったらいいんでしょうと、うん、正確に答える時代が来るかもしれないな。だからもう今なんか自己 PR とか就活の時必要じゃないですか。そういうのもこの書いてもらうんですよ。え、書いてもらう、これ書いてもらうんだ、ね、志望動機とか。あ、そうそう、会社やってくれるんだ。やってくれて、書いてくれる。あ、なるほど。でもそれをうまく自分のものにしない場合はそのボロが出るんですよ、実際対面で会って喋った時に。なるほど、なるほどね。だからうまく、だから本当に人間ってどんどん考えなくなる、まあ、例えば大学生は僕ずっとリクルートやってきたけど、面接はうまいですよ、みんな慣れてるよ、うん、そうだよ、プロだから経営者の方があの騙されちゃうからね、学生にね。そうそう、はい、ってことでした。はい、はい、じゃあ次西側の横綱、最後だね、最後、そう、最後、最後、最後、ちょっと言っちゃった最後です。大谷翔平&WBC。 すごかったな、これ。すごかったよ、この大谷翔平が WBC で優勝した、うん、これ今 YouTube で見られるんだけど、映画になってますからね。え、何ですかこれ、映画、え、何ですか、うん、あ、そうか、 WBC っていうのはもう世界の野球のあのもうワールドカップみたいな、そう、ワールドカップなんだよね。で、日本が、まあ、今回優勝したのね。え、すごくね。いや、それすごいんだよ。え、日本が勝ったの、うん、日本、じゃあワールドカップで日本が勝ったみたいな。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、すごい、世界のアメリカに勝ったわけだから。いつの話ですか。よく今年だ、今年。あ、そうなんだ、うん、もう、すごいじゃないですか。あの大谷翔平、うん、WBC って言えば YouTube バカバカ出てくるから。いや、今大谷翔平って言ったらなんかドジャースだって1000億円だよ、1000億円。何1000億円ってもらえるの。だから、うん、10年間で1000億円の契約もらえるんだよ、契約してばっかりじゃん。あ、そうそうそう、うん、それで契約したんですもんね。そうそうそう、だから赤から青になりましたよね。そうそう、赤から、あ、それは知ってるんだ、ドジャースね。そうそうそう、うん、すごいよな。まあ、いずれにしてもね、その大谷選手のおかげでね、野球、やっぱ日本はもともと野球国家だからね。あ、そうか、うん、そうでしょ、バスケも、そんな野球ほどじゃないでしょ、うん、サッカーも、まあ、やがてサッカーが絶対にもう野球抜くってたけど、やっぱり野球でしょ、うん、まあ、日本はまだやっぱり野球なんだよ、まあ、ヒーローがいるからね、ヒーローがいるから、だからこれからまた大谷選手が小学生にね、うん、あの全国の小学校にグローブを送ってるわけだからね、かっこいいね、3個ずつ、3個ずつね、まあ、なぜ3個なんだって、まあ、ツッコミあったんでしても、いずれにしてもあの小学生がまたね、大谷という大ヒーローが出てくると、うん、野球文化が ますます盛んになるわけでね。はい、はい、私は野球のルールもサッカーのルールも知りません、と、うん、いうことでね、その大谷がドジャース行っても
例えば今年はもうスポーツでは大谷、うん、その日本人の大谷選手が世界ナンバーワンどころか、うん、世界の最高のスポーツプレーヤー1000億円だからね、うん、世界最高だからね、すごすぎ、うん、アメフトよりもアメリカのねこの最高の人気 のスポーツよりも世界最高の年収じゃない、あの年俸が、あ年俸じゃないや、あの10年間で1000億円ってね、世界最高のランクになった日本人がだよ、はいはいはい、これすごいよな、これは大谷翔平の時代が、そうですね、この私ですら名前知ってるぐらいだから、してるね、もうすごいことですよね、うん、はい、っていうことで、2023年ヒット商品番付、まあ、全部終わったわけですけど、どうでした、まあ、どうでしたか、全体的に見て、なんか知ってるのがあんまなかったですよね、あんまなかったね、去年と比べてあんまなかった、うん、ないな、だから私たちどんどん時代からはみ出していくって言ってるのかもしれないですね、うん、ただね、あの僕70歳で、彼は今23です。23だっけ ?23 です。23だ、ね。だけど、やっぱりね、60過ぎたら、やっぱりね、20代 の人とやっぱり話しなきゃダメよ。ね、うん、来年から僕、まあ、今更だけど、うん、このガルの知識を使った、ね、いろいろやっていきますけど、うん、歌ももう機械が作る時代だろ。機械歌う機械が歌う時代だからね。10年前からですけど。それ、ね、僕最近知ったんだから。ね、もうとんでもないこと。うん、それしょうがないですもんね。うん、だから。それから、なんだっけ、アド。最近俺、俺、ね、YouTube でアドちゃんっていうの、うん、アド、聞いてるんですよ。なんかそのアドちゃんのライブ映像が、うん、見れると思うんで、YouTube で。ちょっと見てみてください。本当にね、生歌がうますぎる。実は、アドの、素顔って、ちょっと YouTube かなんかで出てるんだよ。いや、見ようと思わないですけどね。ちょっと見てください。アドの顔、ちょっとガルに似てますからね。いや本当にこれ本当に。雰囲気だけですよ。雰囲気だけ。うん、いや感じが似てるから、もう目のあたりなんかそっくりだから。俺お前ガルお前じゃないのっていうぐらいアドってガルこんな顔してますから。いや、はい、それはないですね。はい。はい、っていうことでね、まあちなみに私来年年女なんですけど。あそうだな。辰年なんでね。うん、ってことで2023年もねもう終わりですけどね。あ辰年だったんだガルは。そうです。僕の最初の奥さん関係ないけど辰年だった。へえ、はい。じゃあ今何歳？今僕の1個上だから71。学年では一緒なんだけどね。まあどうでもいいですもんなんでしょう。はい。はい。ということでした。ではまたね、2024年のヒット番付でお会いしましょう。いやいや、めちゃめちゃやるからね。はい、はい。でした。はい。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。